皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回は七転び八起き第18弾を作りました。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。よっこらしゅぽぽ。7時22分発特急四万十高知行き2700系特急機動車。7時27分着寝台特急サンライズ瀬戸高松琴平行き。7時35分着特急石内高松行き8000系特急電車。7時37分発特急石槌1号松山行き8000系特急電車。7時40分発普通列車観音寺行き7200系普通電車。オレンジタウン行きの1500系普通機動車です。終着駅がオレンジタウンって珍しいです。7時50分着普通列車高松行き1500系1200系普通機動車。7時51分発普通列車オレンジタウン行き1500系普通機動車出発です。8時1分発寝台特急サンライズ瀬戸琴平行き出発です。8時3分着普通列車高松行き7000系6000系普通電車。8時6分着快速マリンライナー高松行き5000系近郊型電車。8時12分回送列車7000系6000系普通電車です。8時19分着特急石槌高松行き8000系特急電車。8時23分観光列車四国真ん中千年物語回送運転キハ185系特急機動車。8時25分発特急四万十高知行き2700系特急機動車。8時34分着快速三宝と高松行き7200系7000系普通電車。8時37分観光列車アンパンマントロッコ回送運転キハ185系特急機動車。9時ちょうど回送運転キハ4047系普通機動車。9時42分発臨時特急石槌多度津行き N2000 系特急機動車。9時53分発快速マリンライナー岡山行き5000系近郊型電車。キハ185系特急機動車のヘッドマーク付けの作業です。10時9分発特急寿司を徳島行き気配185系特急機動車アンパンマンガンスキ。10時10分発快速マリンライナー岡山行き5000系近郊型電車。10時22分着快速三宝と高松行き7000系普通電車。
10時26分着快速マリンライナー高松行き5000系近郊型電車。10時39分着臨時特急石内高松行き8000系特急電車。11時50分発臨時特急石内多度津行き8000系特急電車。お昼ご飯を食べに来ました。今回は里屋敷さんに来ました。今回は穴子天丼と冷やしぶっかけうどんを注文しました。美味しそうです。美味しかった。さあ再開、リニューアル車が来ています。13時44分回送運転8000系特急電車です。13時50分発特急石槌松山行き8000系特急電車リニューアル車です。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。